娘さんは脳死状態にある可能性が高いと思われます。脳が出す信号は人工的に作れるんです。人間の技術が許される範囲っていうものがある。技術の力で体は健康に保たれてる。でももう死んでるんだ。分からせてやるのよ。瑞穂が死んでるなんてもう誰にも言わせない。私はあなたと。彼女たちに必要なのは私です。まやかしに過ぎなかったんだ。あなたと同じ母親なんだから願いは同じよ。希望を願う。奇跡を信じた最後の決断。人は二度は死なない。人魚の眠る家。ありがとうお母さん。